ですね。ここがね、なかった家具屋さんなんですよ。福岡到着しました。徳島から、540キロぐらいだったかな。ようやく来ましたね。福岡、こうユーハウスイングさんですね。まあ年明けっていうことでこの蔵開き、はい、まあなんかセールをやってるみたいですね。お店の中こんな感じです。あ、ギャッペもありますね。はい、ちょっとね中歩いてみましょう。まあ、川村さんはねちょっとまだ外出中でいないんですけど、もうちょっとしたら帰ってくるっていうことなんで、それまでちょっとお店の中見せてもらいます。あっちにはねこう家具の修理の椅子がたくさん置いてあります。あ、スタッフさんいますね。こっちは、あ、こっちも椅子ですね。あ、とってもお得な椅子がいっぱい展示品ということでお得になってます。さーっと見ました。こっちは、こっちもソファーですね。これ展示品ということでとってもお得になってるということですね。でこちらのお店は2階もあります。2階行ってみましょう。2階行ってみましょう。はい、あ、こうすると店内よくわかるかな。こんな感じですね。で行ってみましょう。ウィーヒュー、あ、ギャッペ、あ、ギャッペ、ギャッペがお得、ギャッペがお得です。ギャッペがお得。あ、身長計ですね。これうちの店にもありますね。でこれ時計、時計ですね。はい、2階はこんな感じ。2階はこんな感じですね。はい、あ、なんかちょっと奥の方面白そうですね。行ってみましょう。そうですね、学習デスクが置いてあります。こっちも、こっちもそうですね。あ、こっちは、あ、そうですね、こっちも椅子がたくさんありますね。椅子がねやっぱ多いですね。たくさん、上からはこんな感じですね、はい、素敵な家具がいっぱいあります、はい、こんな感じですね。じゃあ、あ、社長さん帰ってきましたね。帰ってきましたね。ちょっと帰ってきたので少しお話ししようかなと思います。おい、はい、今ね店主の川村さんとちょっとね、まあ短い時間30分ぐらいなんですけどもお話できました。まあやっぱり同業のね家具屋さんといろいろ話するのはすごく勉強になりますね。はい、もし見てる方いらっしゃったらぜひねお店行ってみてください。はい、まあいつもねこの時期お邪魔させてもらってね、お店閉めた後一緒にねご飯食べ行ったりするんですけど、コロナなんでね今日はねもうおとなしく、もうおとなしくってことないですけどホテルこれで行きます。はい、今日の動画は以上です。ありがとうございました。